覚えてないんで試合内容とかいつもそうなんですけど、なんでまあ毎試合毎試合、まあ優勝したわけじゃないんですけど、悔しい思いをして帰ったなっていうのはもう毎回、まあ、今日も含めてなんです。悔しい思いをしてるので、それを晴らすためにグランドファイナルでは頑張りたいなと思います。このグランドファイナルに出たい、出ようっていうのが一番のワールドに今年参加してる、まあ、意味だったので、まあ、そこは決められて本当にホッとしてるところですけど、であと、まあ、ちょっと時間あるんで自分なりにちょっと課題を見つけて練習して、しっかりとその自分のパフォーマンスをその大きな舞台でも出せるように練習していきたいなと、皆さん、江口雄二です。グランドファイナル、皆さんに喜んでもらえるようないいダーツが打てたらいいと思うので、やる方も一生懸命やりますので、見ている皆さんも一生懸命熱くなって応援してください。よろしくお願いします。